バナナマンシタラとアンジャッシュ小島が仲が悪い理由。シタラと小島が共演すると必ずシタラが小島のことをいじり倒すが、あまりにボロクソに言うので、実はこの二人は仲が悪いのではと噂されるほどだったのだ。今でこそいじられキャラの小島だが、昔は天才を装いいじられることを拒否していたのだ。だが全然ブレイクしない小島は、ある時シタラに相談すると、天才を装ってもお客さんにはバレてるよ、プライドを捨てていじられるのを受け入れた方がいい、このままだとダメになる、俺真剣に思ってるからと珍しく熱く語ったのだ。その言葉に胸を打たれた小島は、慣れないながらもシタラのアシストで少しずついじられキャラが定着していったのだ。今ではシタラがボロクソにいじればいじるほどスタジオは大爆笑。シタラのあの言葉に小島は、心から感謝しているのだ。